前田さん、今回はですね、商品の方お申し込みありがとうございます。メールの方もいただきまして、決済の方を確認しましたんで、お送りさせていただきたいと思います。去年ですね、あの大学生のセミナーに参加していただいて、ブックメーカーメールいただいてて、ブックメーカーの、情報発信をして、収益上げていきたいということで、いただきまして、で、大学生ですね、あの大学生はランボルギーニ買っちゃいましたね、はい。本当に情報発信がですね、一番儲かるんで、具体的に今回のセミナーですね、その情報コンテンツをどういうふうに作って、どういうふうに販売していくのかっていう具体的な方法をかなり話してますんで、ぜひ、その自分がこれからやっていく、もしくは今現行でやってるんであるならば、すぐに使えることもたくさんありますんで、ぜひ参考にしていただければなと思います。で、大学生の子も、本当にですね、結果出たのも素直にやっていただいただけなんですね。なんで、今回、あとは、今回、セミナーに参加していただいた方の中で、21歳の大学生もいたんですね。で、その21歳の大学生の子も、その後ちょっと僕の取り役入ってもらったんですけど、その後勉強して、で、50リストで74万上がりましたっていう、取り役入って1ヶ月半ですかね。で、最高記録出せましたみたいな。で、天才大学生を抜かしますみたいな。同じ大学生としてみたいな、いただきましたけど。あとは本当やるだけなんで、何をやればいいのかに関しては、セミナーでお話ししているので、ぜひ参考にしていただければなと思います。はい。では、メールの方で詳細の方を記載してますので、ご確認ください。ありがとうございました。